こんにちは、億万長者合宿の久保でございます。まあ吉谷さんとねこうやってやり取りをずっと続けていて、まあ今3000話ぐらいですか、何話になったのか忘れましたけども、これ1万話に行ってやっとスタートラインなんで、まだまだ先が長いなというところでございますけども、通常ですね商品を売る方っていうのはこんなにたくさんプロモーションしないんですよね。でしかもこのやり取りってプロモーションのように見えて別に商品を売ろうとしてないわけですよ。だからプロモーションしてるだけと、もっと言ったらですね、まあ雑談みたいなもんですけどね。さあその中でもね、やっぱり商品っていうのはたまに紹介することが起きるわけですよ。チラッチラッとね、なんかありますよね。速稼塾っても結局速稼塾がありますよとかね、今だけですよっていうのは全くやってません。本当に動画概要欄にちょろっと書いてるだけなんですよ、速稼塾っていうのがありますよって。ただそれでもね、お問い合わせをいただいて、これ毎日です、毎日お問い合わせいただいて、毎日どなたかが新規で参加してくださってると、だから年間で300人ぐらい入る計算になります。で1年に1回速稼塾ってものをしっかりと紹介する時もね、ありますけども、その時にもやっぱりね、200人とか、最初は400人ぐらい入ってくれたんですけどね、まあ、100人っていう単位で参加していただくということになります。まあ、速稼塾に入ってなんかその実績がこんな出ましたよあんな出ましたよっていうふうに、あえてね私がねやることはありませんけども、久保さんうまくいきましたって連絡があったら、よかったねっていう気持ちを込めてね、私のアカウントの中から放送することがあります。それはその人の励みになるからなんですよ。久保さんに紹介してもらえるように実績を上げるぞっていう人がやっぱり一人でも多く出てくれればね、別にその人が大きな実績を上げていただければもう本当にそれは言うことないですし、そういった普通の人が売り上げを上げる、うまくいくビジネスで、特に今年なんてのはね、会社クビになるわけですよ。会社がなくなったりするわけですよ。飲食店が休業要請になるわけでしょ。で手も足も出ないときに、じゃあ私がちょっとお力貸しますんで、これで自力で稼いでみてくださいってやると、あ稼げましたとかね、借金払いましたとかなってきて、よかったねってことなんですよ。で私は一人で3000万以上の借金を払ってきたっていうね、それこそインターネットで稼いだお金で一括でボンと払ったっていう、そういった経緯も40過ぎてありますし、40歳過ぎて3年間で1億円を作っていくと、たった一人でね。だからね、店舗や会社やった時にはとても無理でしたよ。全員束になってもできなかったです。年商が5000万とかできましたけどね。年商5000万って給料払ったら終わりですからね。だって5000万で、そうですね、400万ぐらいですよ。毎月売上が400万で、人件費と家賃払ったらそれだけで380万から390万ですよ。保険料とかね、会社の費用とか顧問料とか払っていたらマイナスですよ。だからね、年商5000万を5、6人で作ったって言っても赤字なんですよね。でも1人になると、まあぶっちゃけ1000万売り上げ作っても黒字になることができますからね。まあ、だから1人で3000万、4000万作ったら3年で1億。まあ結構ね、みんな行くと思うんですよ、これは。まあそういうふうな、稼ぐ方法をダイレクトにお伝えしていく速稼塾ってものがあってね。でも大学を進学しても稼ぐ方法は教えてくれません。集団で一つのところに、役割として就職する方法は教えてくれるかもしれませんよね。まあでも一人で稼ぐ方法はどこまで進学しても教えてくれないんで、学校で学べないところはこういった YouTube で学べばいいんじゃないですかね。もちろんみんなが一人で稼ぐことを望んでるわけでもないと思いますし、やっぱみんなでワイワイとね、いわゆるサラリーマンっていうのも楽しいと思いますし、それなりに意義深いと思うんで、そちらもありだと思います。私はこんな感じになっちゃいましたけどね、一人でやってますけどね。みんなでやるとどうしてもね、なんか成績が出ないんで、一人だったら成績が出るということでございます。はい、まあ価格が上がれない理由って吉谷さん言われてましたけども、確かに値段を高くするとね、責任取らなくちゃいけないからっていうので、責任を回避する意味で安い価格とか簡単に値引きとかっていうのが世の中でばっこしてるんですよね。でも本来いい商品は高くていいと思いますし、高ければ高いほど販売者の方の意識っていうのも高くなってきて、質も良くなると私は思いますけどね。では本日は以上です。ありがとうございました。